まずですね、チューナレステレビのことについて今日はお話していきたいんですが、まず冒頭ですね、チューナレステレビご購入いただいた皆様ありがとうございます。予約販売ということで、6月末ぐらいに到着しますということでホームページには載せているんですが、もう少しちょっと遅くなっておりまして、今日出荷中国の港を出たという連絡がありましたので、まあ、そこから通関とかの手続きをしますので、まあ、これ仙台、ごめんなさい、そうですね、仙台ですね、仙台じゃないわ、仙台出てるんですけど、僕のところで使えるのはあと250台、今予約販売いただいている方にお送りして残り250台がさらに売れるという状態なんですが、ちょっとね、遅くとも、まあ、予定通りというか6月末には届けることができるとは思ってるんですが、遅くても7月上旬までにはお手元に届きますので、大変お待たせしました。まあ、僕自身も自宅でですね、予約販売で1台買ってるんで、それがまだ届かずに待ってるという状況なんですが、間もなく届きます。で、残り250台ほどこれで、すぐに売れる状態になっておりますので、ぜひですね、今価格が3万6900円で税込みになります。3万6900円で、送料を今別にさせていただいておりまして、本州の方は3000円、本州以外の方が3500円ということなので、本州の方は3万9900円、本州以外の方が4万飛び400円ということになります。税金と送料別ということになります。で、まあ、このね、チューナレステレビについてはこれからどんどん普及していくと確信をしております。まあ、NHK が映らないテレビと、で、民放は今のところ映らないんですが、 TVer を使えばですね、民放の番組も見れるというものでございます。まあ、特にね、用途としたらスマホの画面ってすごく小さいですよね。で、これを大きな画面で見ることができると、まあ、子供さんとかの目が悪くなる近視になることを防止したりとか、当然スポーツ観戦ではこれは小さいと大きな画面で見たいという方用にチューナレステレビ NHK と契約しなくても良いというものになりますので、今のチューナー付きのテレビを捨てれば、そしてこのチューナレステレビに買い替えればですね、 NHK との契約をしなくていいということになりますので、ぜひですね、チューナレステレビの方をですね、新しく3週間後頃には届け方ができますので、この動画の概要欄にも貼っておきます。私のツイッターの固定画面にも入れてあるんですが、この NHK ぶっ壊すテレビの方ですね、ご購入いただきまして、私の活動の助けとしていただきたい、また NHK をぶっ壊すためには多くの方がこのチューナーレステレビに買い替えることによって合法的に NHK の受信料の不払いができるということで、ご協力いただければと思います。以上です。 NHK をぶっ壊す。